はい、どうも、東海の哲也、違う、こちら哲也の料理日記のコーナーでございます。もういろいろ料理作ってきてね、普通にうまくなって、何プロテイン飲んでるなと。ん、食べてる？あれ、熱消毒ってもんがありますから。あ、そっかそっか。これ僕は今日食べないってことが決まりましたけども。スキッパが言えよ、これは。全世界で俺と桐生に小飲みの悩みですね。あ、使うんだね、包丁。結果的にね。いいんだ、これできればよ。すごい、てっちゃくんは今何の気なしに2となってますけど、僕は食べませんからね、それね。これは使わないの、この空いてるやつは。空いてるやばい、みじん切りしてるとこの人かっこいいから、テンポアップしちゃうか。まるでかっこいいと思えないけど、大丈夫。なんかまるでかっこ悪いね、なんで。いって、え、あー、セーフだ、痛いだけだ。危なかったよ、今。危な、でも痛いってダメな気もするけど。なんか、てつやの料理日記、3日目くらいで1回大流血になったっけ。なんだっけ。いって、あ、うまくなっちゃった、俺、どうしよう。ねえ、なんかごめんなさいって言うと、もう白いの料理日記とかにするしかないもんな、そしたら。なんか地下アイドル売れたら推し変するみたいな感じ。うわ、やべ、ももクロになっちゃった、俺。切れた。こてっちゃんの将来経営するカフェの中に登場する可能性ってありますかね。そば飯はね、超有力候補だよ。なんかなってるよ。違うらしい。はい、どうも、てつやの料理日記のコーナーです。何かを何かの顔。料理にあるまじき、こちらだなすぎ。今回作るのはなんとです。まだあれ聞こえない。まだなんですよ。ああ、分かった。見てる人が一緒になって、何、てつや何を作ってるのかっていうのを一緒に考えるっていう楽しみ方。ブブー、大正解。センスなし、まぬけ、アホ面、帰れ。ごめんって。反省した？ごめんって、めっちゃ殴るやん。うん、殴ってないよ。それではまずね、フライパンを切っていきます。すごい、今、ぐしゃぐしゃ今。めっちゃくだらんこと言ったじゃん、今。入れましょう。うん。いや、未だに僕は、びっくりした。ね、いって、あっ！で、何か思い立ったかのように、手を洗いましょう。一応全然手が汚いのでね、汚いというか汚く見えるのでね、洗うことがね、大切ですね。なんならですね、僕はジャガイモも洗ってほしかったなと思いますね。ナンセンス。その手があったかをするのがやはりね、ワンランク上の料理ですので。なるほど。普通の主婦は絶対にまず材料を洗うところから始めるんですけど、ここですよね、やっぱり栄養素が失われてしまいますので、雑菌を流す代わりに栄養も流してしまう。よくない。土ですよ、流したいのは。いや、土はなぜ流すかというと、気持ちなんですよ。土というものが嫌だから流す。食べても別にいいやっていう人、および土が入っていることを知らない人が食べれば、それは土じゃないんです。そういうことですね。なんか哲学的ですね。土の存在を知っているからこそ土が入ってるでしょって思っちゃうんだよね。そうっす。ネイテやられてんじゃんかよ。入って野菜を切ったのになぜネギを切らないか、そう思ったでしょう。あー、怖っ。なんで弾ける。ハロウィンにはまだ早いよ。いいから。なんで、それあれだよ、なんかセクハラだよ、マジで。時短だよ、時短。セクハラってない。なんでパワハラって言おうとしたんだな。怖っ、なんで。見てる皆さん、フライパン濡れてるのに油でしまうと、水と油をね、反発したのでこうなっちゃいますよっていう悪い例です。うわっ、どうしたことだ。え、なに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 、ボタン切れちゃうから。危ない。バカバカバカ。ヤバトン屋さん、ヤバトン屋さん、あなた、もうクリアしてるから。それヤバトン屋さん、これ今日のお料理日記の材料です。この包丁を、うん、シュッ、パシュッ、はい、こうなるわけですよ。シュッ、パシュッ。武器を投げるとそこにワープできるっていう技も、あの人は使ってました。はい、めっちゃこっち落としてたけど、すごい高い打点から振ってますね。床汚れちゃうよね、それ。あー、かかってるから。とんかつですよ。え、とんかつですよ。とんですよ。はい、まあ、はい、まあ、じゃあいいや。はい、どうぞ。何言ってるの君は。料理を勉強する。あーしゃーイグリス。何イグリス。なんだこれは。なんだこれは。なんだこれは。なんというものだろうか、これ。ザワ君に、優しい俺はザワ君にこちらの衣付きをあげたいと思います。生だからでしょ。
はい、こちらザワくんのご要望。あ、味噌カツだっけ。味噌カツだ。まず今んとこ味噌一回もらわれてないかなと思って。しまった。あ、そちら八丁味噌ですね。忘れてたよ、ごめんごめん。はい、ねえ、八丁味噌、お前岡崎市観光伝道師なんだから八丁味噌そんな存在な扱いしちゃダメだってば。もうね、大好きやんね八丁味噌。こちらザワくんの求めていたもの、味噌カツでございます。は、行くにした。マーボラザニアを作ろう。ね、作る料理じゃないかったよね、確か。オルティッシェの料理だったよね。しまった。なんだこの、なんかあの古い家の上に置いてあるやつは。トタン。古い家のやつやん、これ。おお。手にね、鹿の餌じゃねえか。おしめつがなんか4人集まったみたいな形してたよ。そんなごついか。これと、あ、まあでも確かに、うん、結構似てるよね、こういうと。うるさすぎよ、お前。よくも目の前の友達の動画見てそんなに笑えるね。どうですか。あ、めっちゃ、なに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 、やばい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 、なにこの人、こいつ、やばい。何言ってんの。あ、うまい。うん、マスターが買ってきた。ねえ、これも見てよ。普通にぽくないもん、言って。あ、ぽいぽいぽい。わーい、めっちゃ良そうやんけ、これ。大正解だ、お前。そこは容赦するんだ。お待たせ。え、まずできたの。マーゴラザニアだよ。どう食べ。え、なんでこんだけ人いて俺の。ほら、こうやってね、なんかね、僕の作ったものこうやって嫌がるんですよ。一生懸命作った手料理を。え、でも別にいい匂いじゃん。普通に旦那の味噌汁、料理が。いや、別に美味しい、けど、マジで良くなってきました。はい、さよなら。さよなら。ずるいぞ。はぁ、自分だけダブルスを食って僕に食べさせてくれないとはずるいじゃないか。誰が行かせたんだ、あの国に。なーん。なーん。まっ、猫の金玉みたいなやつだ。猫の金玉すぎる。めっちゃいい。このまま行ってみて、ちょっと味見してみて。パクチーを食べるんでしょ、てつや。うん。あー、パク、うわ、涙が出そうだ。懐かしい。あそこの味がする。涙が出そうだ、これ。なんか昔好きだった彼女のシャンプーの匂いを嗅いだ時に、うわってなるじゃないですか。うん、そのそれがする、これで。ドライパクチーから、うわー、やば。あー、思い出した。マービンさん。誰だ、初めて聞いた名前が。3秒ルールの動画見てってやってた人。あー、見てますか、マービンさん。カラオケもちょっと上手くなってきちゃったしね。最近行ってなくないでしょ。行ってない。仲悪いもんね、最近ね。勝手に仲悪くない。危ない。それはリカバリー効く。これはリカバリーに2週間かかります、ね。行って、あ、うん、うん、うん。そのために下にこれ引いてありますから。あー、ぽい、涙出そう。終わった。こんな感じで良いのかな。うわー、怖い。怖いな。いって、あっ、いった。どこがなんじゃこれは。どこがなんじゃこれ。肉まんの貼ったみたいじゃんこれ。本当にこれ身、これカニじゃない、これカニですか、本当に。あー、カニらしきシャーベットだ。タップ割れんかったし、これ僕もうね、僕レベルのカメラマンじゃないとちゃんと鉄は卵持ったぞ、頭向けなきゃってな、ないからな。そしてこの速度ですよ。いや、この二人の職人芸ですよ、うん、あー、なるほどね、これ全部やるね。完璧。はい、玉ねぎは、いや、いや、焼くか、一回焼いた。 今すいません、ちょっと右手でケツかきましたよね。かきました。映るじゃないですか、字が。字危ない、危ない、カメラのみんなに、カメラの先のみんなに字が映っちゃった。この玉ねぎ全部一回ここ通しちゃう。こうやってこれをこうパン粉でこう囲んで、こうやってこうやって、作ってるな。こうやって、あ、ほら、ポイントできた、ポイントできた。本当だ。こうやって、まあ、パン粉でこう囲って、手につかないようにしながら。なるほど。来た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 よ、これ。よし、このパン粉玉をここに、ズドンや。油の温度が
どうですか。あれカツ作った。白身魚のフライみたいに匂いすんな。ね、こうやって濡らしといて、そこで小麦粉を触って、こうやってこの層を作っておいて、ここでこれを掴む。なるほど。そうすることによって手にベタベタつかないと。うん。でそのままこれをパン粉にズドン。うん。でこのままこうやってこう、はい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 、バカつくやん。層は層はどこに行ったんだ。いやなんじゃこりゃ。なるほど。多分なんですけど、ホワイトソースを作るべきだったと思うんですね。ん？あれ、そんな、なんで切れてんの？ん？多分牛乳とね、小麦粉とバターを炒めてホワイトソースを作るっていう話聞いたことあります？伝説、そういう伝説があるんですけど。うん、だから多分、まあ、わからん、順番もあれだけど、これをね、炒めなきゃいけんかった気がする。で、これに卵をいらなかった気がする、ね。何？だから中が火が通ってるかどうか怪しいところではありますけれども。哲也の料理日記、ちゃんとね、味わうところまで見たいよと思うかもしれませんが、うん、ダメです。これはね、哲也の料理日記は、適当にサブチャンネルやってる企画なので、はい。はい、食べるところ映せませんので、うん。食べたらメインになっちゃうんです。そうなんですよ。というわけで、哲也の料理日記16日目、カニグルミコロッケでした。ではまた次回の哲也の料理日記でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。